ケオラデオ国立公園、またはケオラデオガナー国立公園は、インドラージャスタン州にある国立公園で、かつてはバラトプル鳥類保護区として知られていた。ここをソデグロズルのような絶滅危惧種や希少種が越冬地として過ごす。またここには230種以上の鳥類が生息しており、冬季には鳥類学者が訪れる場所であり、また一大観光地でもある。 ここは1971年に保護区となり、1981年には、ラムサール条約登録湿地、1982年には、国立公園となり、また1985年には、ユネスコの世界遺産に登録された。公園内では希少な袖黒鶴のうち少数の、個体群が越冬する。他の種としては、赤ツクシガモ、カモメ、ハシビロガモ、オナガガモ、オオバン、 シマアジ、キンクロハジロ、ホシハジロが挙げられる。この公園の原型が作られたのは18世紀の半ば頃のことである。名前はこの地域にある芝神を祀ったケイオラーデイを寺院にちなむ。当初この地は天然の窪地に過ぎなかったが、1726年から1763年までの当時バラトプルのマハラジャであったスーラジマルによって堤防が築かれ、 水で満たされた。堤防は、ガンビールド、バンガンガーという二つの川の合流点に作られた。やがて鳥たちが集まるようになり、マハラジャがこの地で狩猟をすることが1850年頃からの伝統となった。そして英国統治下のインドにおいては総督に対する儀礼として、毎年カモ漁が催された。当時のインド総督であった、リンリース号卿などは、 一人で一年の間に少なくとも4273羽ものマガモやコガモといった鳥を撃ち殺している。インド独立後、1972年までマハラジャはこの地で狩猟をする権利を認められた。1982年には公園内でこれまで認められてきたバッファローの放牧が禁止された。このため地元の農民と仮想カーストであるグージャルの人々、 そして政府との間で死亡者が出るほどの激しい衝突に至った。2004年の終わり頃には、バスンダラー・ラージェイが首相を務める、ラージャスターン州政府は、水を公園内に流入させることを阻止することを要求する、農民からの圧力に駆使した。これにより、公園内への水の供給は1500万立方メートルから51万立方メートルまで減少した。 その結果この湿地は乾いて荒れ果ててしまい生態学的災害とも言える状態に陥った。そして大半の鳥たちは繁殖のためにニューデリーから 90km のところにあるウッタルプラデーシュ州ガルムクテイシュワルを流れるガンジュス川まで飛び去ってしまった。この行為は主要な環境保護論者たちによって批判された。そして公益訴訟として裁判所に 提訴されるに至った。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。